あ、どうも、こんにちは。人間です。ちょっと今、ね、サイトをね、作ってたんですけどね、ちょっと、皆さんにお知らせがちょっとございましてですね。2週間くらい前に地震あったじゃないですか。その時に、プラモデルが壊れてしまいましてですね。で、壊れてねえように、壊れてねえじゃねえかって、ね、言いたくなるような壊れ方なんですけど、いや、ちょっと前期破損してしまいました。はい。やってしまいました。まあ私の保管が悪かったせいなんでね。地震は悪くないんですけど。まず動画になってない、動画にはしてなかったんですけど。じゃあ、どれからいこうかな。T2 からいきますか。T2 はですね、まず、ピトカンが折れてしまいました。で、足も折れてしまったので、もうこんな風にですね、こう、何?飛行体型になってしまっていますね。ちょっと、この足の前の方はですね、埋める部品がなかったというか、うまく埋められなかったので、そのままになってます。で、ちょっとこの辺に失礼して。で、F16 もです、同様にですね、ピトカンが行ってしまいました。はい。ねえ。で、こいつもね、足が折れたので、こんな風に、埋めてあります。飛行体型ですね。で、F2 もですね、同様にですね、ピトカンが行ってしまいましたと。いや、ほんとピトカンないとね、気持ち悪いんですよ、F2 って。なんか、キモいですよね。でですね、こいつも、足が、行ってしまったので、ここもね、同様に埋めてありますわ。で、最後にですね、一番ひどかったのが、こいつですね。F35 ですね。こいつだけ色が塗ってあるんですけど、これ動画にはなってないんですけどね。まず、右側の垂直尾翼がポキリいってしまいました。で、右主翼の、なんつうんですか、これ。フラップですかね。もう壊れてしまいましたわ。で、左右の足がどっちもなくなってしまい、前の足も折れてしまって、さらにこの足のね、蓋までなくなってしまいました。はい。ということでですね、私の保管が悪かったせいで、地震で見事にプラモデルが行ってしまったので、ちょっとプラモデルのね、新規購入と組み立てをしばらく停止しますというね、お知らせの動画でした。本当にね、見ていただいている方もいらっしゃるので申し訳ないです。それでは。